皆さんこんにちは、まさきです。本日もご覧くださりありがとうございます。本日はヘアセット解説について撮っていこうと思います。ヘアセット投稿はね、僕の投稿の中でもトップクラスに人気の内容で、もっとねやってくださいだったり、もっといろんなヘアセット見たいですっていうお声をいただくので、今回も撮ろうかなと思って撮影しております。今回の投稿ではこちらのガイルヘアのヘアセットを解説していきます。僕がねめちゃくちゃ一時期ハマってた髪型でもあるんですけど、パッと見ね難しそうに見えるんだけど、めちゃくちゃヘアセットするの簡単な髪型で、ヘアセット初心者って方にもすごくおすすめしたいような髪型なので、ぜひねこちらの投稿を見て真似していただけたらなって思います。しかもね簡単におしゃれっぽいような雰囲気も出やすいので、ぜひ最後までこちらの投稿を見ていただけたら嬉しいです。それじゃあやっていこう。それじゃあまずはね髪を濡らしてこようかなと思います。はい、それじゃあね髪を濡らしてきました。濡らした後にねちょっとタオルドライが終わったかなぐらいの段階ですね。それじゃあワンステップ目ではヘアオイルとヘアミルクをなじませていきます。使用してるヘアミルクがこちらリケラエマルジョンのヘアトリートメントを使用しております。まあ、毎回これ使ってるんで僕の投稿を見てるって方はね分かってるかなと思います。そしてヘアオイルがこちらエルジューダのブリーチケアセラムを使用しております。まあ、これに関してもね毎度これ使ってるんで、投稿を見てる方はね、あまたこれかって思ってる方多いんじゃないでしょうか。それじゃあまずはヘアミルクから髪になじませていきます。まあどんぐらいの量でもいいんですけど、500円玉ぐらいがちょうどいいかなって思います。髪全体になじませていきます。特にねどっからつけてもいいんですけど、前髪が傷みやすいんで前髪からつけてあげるのがおすすめという話はよく聞きますね。ヘアオイルに関してはねちょっとつけすぎるとベタつくんで、まあ、そこまでつきすぎないぐらいの量をつけるのがいいのかな。個人的には2プッシュぐらいで使うことが多いですね。これも前髪からなじませていきます。それじゃあ髪になじみ終わったので、2ステップ目ではドライヤーで乾かしていきます。ドライヤーはねもうおなじみのレプロナイザーのね 7D プラスっていうやつを使用してますね。それじゃあ髪全体を乾かしていこうと思うんですが、ここでねポイントなんですが、ガイルヘアって片方の髪を耳にかけて、もう片方の髪をちょっと上げるようなアップバングっぽい形にするので、上げる方のね髪の分け目の位置をこの段階でもう決めていきます。だいたいね僕がこの髪型やる時の分け目の位置としては、本当に真ん中かな、センターパートをやる時ぐらいの位置で分けることが多いですね。またはちょっと上げる方の髪寄りの位置で分けるかなって思います。こっちが耳かけにして、こっちがねちょっとボリュームを持たせる髪っていう感じですね。それじゃあねこんな感じの風合いになるように乾かしていこうと思います。そのため耳かけにする方の髪に関しては後ろに流れるように乾かしていくっていうのがポイントです。こっちに関してはねちょっとボリュームが出るようにワシャワシャってしながら乾かしていきます。まあ、結局ねこの後アイロンつけるんで、まあ、どんな風に乾かしても基本的には大丈夫かなとは思います。ドライヤーね乾かしてて思い出したんですが、上げる方の髪はね後ろにオールバックになるように乾かしていった方がこの後のヘアセットしやすいかなって思うので、ここら辺ね注意しながらやってみてください。もう片方の耳にかける方の髪はまあ正直どんな風に乾かしても耳にかけちゃうので、あんまり問題はないのかなと思います。それじゃあねここら辺に注意しながら乾かしていこうと思います。はい、それじゃあ髪が乾き終わりました。この段階だとね結構センターパートっぽいような髪型に見えるのかなって思います。それじゃあ4ステップ目ではアイロンを入れていきます。アイロンはねこれはもうおなじみなんですけど、アドストの DS2 を使用しております。これねすごくねアイロンの入れ方綺麗にやりやすいし、めちゃくちゃねアイロン初心者って方にもおすすめなんですよね。ちょっとね価格が高いってのがネックだよね。僕はちょっとねブリーチ毛なんで温度としては120度で使用していきます。実際は160度ぐらいでやった方がね癖つきやすいで、まあ、髪が傷んでないって方は160度ぐらいで使用してあげるのがおすすめです。それじゃあまずはね髪がね左右に分かれてると思うんですが、こちら側の髪が全部ね後ろの耳かけの方に流すので、後ろに流れるようにアイロンを入れていきます。これはほんと適当でいいですね。後ろに流れるようにアイロンを入れる。でこっちに関しても後ろに流れるようにアイロンを入れる。これはほんとね適当で大丈夫です。はい、結局ねこの後ワックスとかで後ろに流れるように形作っちゃうので、まあ、気持ち程度っていう感じでアイロン入れてますね。そして重要なのがこちらの左側、持ち上げるように作る方の髪なんですが、こちらに関してはねダッカールで2層に分けていきます。こういうねダッカール使用して上側の髪をこうやって分け取って、ダッカールで留める。
こんな感じですね。そうするとね、下側の髪だけ分け取れるので、ここのね下側の髪にアイロンを入れていきます。でこっちの髪に関してもそこまで難しくなくて、下側の髪はストレートに下ろすようにアイロンを入れていきます。持って取って下に流れるようにアイロンを入れる。ちょっと僕癖っ気なんで若干なんか外羽ついちゃってるんですけど、基本は下に流れるようにで大丈夫です。取って持って下に流れるようにアイロンを入れる。内羽寄りでも大丈夫ですね。この髪型ね、アイロンの入れ方適当でもね、めちゃくちゃ綺麗に最後なってしまうような髪型なので、あんまりそこまで丁寧にやらなくてもいいのかなとは思います。それじゃあね、下側の髪にアイロン入れたので、次はねダッカールを外して上側の髪にアイロンを入れていきます。外すとねこんな感じなんですけど、上側のこっちの左側の髪には全体が外羽になるようにアイロンを入れていきます。毛束はできるだけ細めに持って、毛先が外羽で、ちょっと持って毛先が外羽、上も持って毛先が外羽、こんな感じでね全体に入れていきます。ほんとこれに関してもね、まあ、毛先が外羽になっててちょっと浮くようにしてもらえたら、まあ、大体は適当でも大丈夫ですね。はい、上の髪にもねアイロン入れ終わるとこんな感じで、結構なんかチャラそうな雰囲気にこの段階だとなってるのかなと思います。それじゃあね、次のステップではサイドにアイロンを入れていきます。こっちの左側のボリュームがある方の髪だけで大丈夫です。サイドに関しても外羽を入れていきます。全部外羽でいいですね、これは。はい、外羽、外羽、外羽が入れ終わったらいつも通りぼかす。はい、こんな感じでね髪全体にアイロンが入れ終わりました。今回の髪型では後ろの髪に関してはねアイロン別に個人的には入れなくてもいいのかなと思っております。まあ、別に入れてもいいんですけど、まあ、そこまでボリュームがある髪じゃないので、まあ後ろ側にアイロン入れても入れなくても大差ないのかなと思っております。そのためね、今回の髪型では僕は入れておりません。全体見せるとねこんな感じですね。まあ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 、こっからヘアセットしたらいい感じになるのかなぐらいな見え感になってると思うんですが、それじゃあね、次のステップではワックスを髪全体につけていこうと思います。今回のヘアセットではこちらアリミノのねフリーズキープグリースを使用していきます。こちらのねグリース使用する際は、まあ、今回の髪型に関してもなんですが、水を少し混ぜてあげるとめちゃくちゃ使いやすいのでおすすめです。あとね、ガイルヘアってねちょっと濡れ髪風の髪型にした方がかっこよくも見やすいので、こちらのグリースにね水を混ぜながら使っていこうと思います。それじゃあねグリースをつけていきます。こんぐらいかな。はい、で水と混ぜる割合に関してはね、水ちょい少なめぐらいの割合でいいかなって思いますね。それじゃあ混ぜて後ろの髪からつけていきます。後ろの髪に関してはねそこまでつけなくていいかなって思います。アイロン入れてないしね。ちょっとつけてサイドの後ろに流す方の髪になじませる。はい、これは本当にねただただ耳にかけるようにボリュームが出ないようになじませていきます。ぺちゃんこにする感じっていうのがめちゃめちゃわかりやすいかな。はい、ぺちゃんこにできましたね。それじゃあね、手に残ったワックスを使ってこっちのねボリュームがある方にワックスをなじませていこうと思います。一番最初は上の方を取ってなじませる。結構ねここのなじませる時にね時間使わないって方いるんですけど、今回の髪型に関してもねめちゃくちゃなじませるっていうのを意識しながら時間をかけてなじませるのがポイントです。絶対ねこうやってねワックスつけてたら水入れてる分ねワックス全然足んねえなって思うこともあると思うので、そういう時はねもうちょいワックス追加していきます。一気につけすぎるんじゃなくてちょっとずつ追加するっていう気持ちですね。で追加する場合は一旦後ろの髪を触ってワシャワシャしてから追加するとつけすぎるっていう心配がなくておすすめです。これね髪切ってもらってすぐとこだと結構簡単にできるんでおすすめなんですけど、毛量が多い時は時間かかりますよね。それとねこれなじませる時のポイントなんですけど、根元にねワックスつけちゃうと髪の毛がねどうしても立たなくなっちゃうんで、根元にはつけないでできるだけ毛先にだけワックスをつけてあげるってのがポイントです。前髪とかね特に根元につけるとね髪割れちゃったりするから、そこら辺も注意ですよね。はい、上の方の髪についたんで次はねボリュームを持たせてる方の下の髪につけていこうと思います。ここに関してはそこまでつけすぎないように毛先だけっていうのを意識しながらつけております。あ、めちゃくちゃね抜け毛がすごいね、剥げるなこれは。
はい、結構ね髪全体に馴染み終わったかなって思います。まだねこうやって指入れた時に指通りがいいなって思ったら、それはね馴染ませるのが足りないので、もうちょっと馴染ませた方がいいかなって思うので、ぜひねこちらを指標にしながらつけてみてほしいです。僕の今のね髪的にはもうねあんまりっていうかほぼ指通らないなって思うぐらいしっかりついたので、次のステップ目では髪を振り下ろしていこうと思います。ここね最初難しいって思う方多いかもしれないんですけど、まあ基本的にどんなヘアセットでも髪振り下ろしていくっていう作業は絶対にやんなきゃいけないので、正直慣れかなって思うので、ぜひねこの動画を見つつでも練習してみてほしいです。それじゃあね手ぐしを作る感じで振り下ろしていきます。こうやって手ぐしで下の髪から順番に振り下ろしていくってのがポイントです。これ手ぐしが難しいって人はねコームとか使ってあげるとね結構簡単に振り下ろせますよね。毛束を裂きながら下ろしていくっていう感じでやっていきます。はい、振り下ろし終わったので次のステップでは形を整えながら毛束を整えていこうと思います。形整えるときはねこれなんか前髪が多少目に入るぐらいがかっこいいので、多少目に入っちゃうぐらいの感じで整えていきます。個人的にはね目に完全に入っちゃうと邪魔なので、ちょっとなんか避ける感じでこんな感じでね毛束を整えていきます。まあ全体的には本当好みの感じで整えちゃっていいと思うんですけど、まあせっかくね外羽入れてるんで、外羽はなくさないように整えてあげると綺麗に見えやすいのかなとも思います。しっかりとねこの前髪の根元を立たせる感じでやってあげると、よりガイルヘアっぽくなるのかな。正直ね何々ヘアっていう名前あるけどね、かっこよく見えたらそれでいいんで、あんまりねこだわる必要ないと思うんですけど、一応ガイルヘアのヘアセット解説っていうことでやってるんで、ガイルヘアっぽく作ろうかなっていう気持ちはありますね。それじゃあね最後はスプレーで固めて完成となります。スプレーはねこちらのミニーレのスプリールスタイリングスプレー MF ってやつを使用していきます。まあ正直 VO5 でもいいんですけど、個人的にはこれが最近だと気に入ってますね。でこれポイントなんですけど、ちょっとねスプレーこうやって指で取ってあげて、ここの髪が出てくるのが嫌なんで後ろに持っていくようにつけていきます。はい、それじゃあねこちらの髪型完成したんですが、いかがでしょうか。一周ねぐるりと回りながら全体を見せていこうと思います。全体回るとこんな感じで、まあ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 いい感じにできたんじゃないでしょうか。いかがですか。こちらの髪型を普段したい方へのおすすめの髪の切り方、オーダー方法としては、髪は全体的に長めにすること、2つ目が髪のボリュームは少なくても微妙だし多すぎてもあれなんでミディアムぐらいにするっていうのがおすすめです。そして3つ目は襟足があるとねどうしても変に見えてしまうので、こちらの髪型の際は襟足なしでカットしてもらうのがおすすめとなります。髪短いとダメな理由としてはね、耳かけが作れないんで、髪短いとこの髪型作れないんですよね。そのためねここら辺のオーダー方法に注意しながらこちらの髪型オーダーしていただけると、めちゃくちゃねかっこいいし作りやすいような髪になるんじゃないかなって思います。こちらの髪型はね大人っぽい印象も出やすい髪型だから、テーラードジャケットだったり夏物で言うとねレース系のアイテムとかガラシャツとめちゃくちゃ相性がいい髪型ですね。それとねそれ以外で言うと、こういうね銀縁系のメガネとめちゃくちゃ相性良くて、なんかちょっとクズっぽさもありつつちょっと大人の色気もあるような雰囲気になるので、ぜひねメガネ男子って方や普段伊達メガネつけたりするって方はこちらのねメガネとかと合わせてみてほしいです。この髪型ねほんと僕自身ねめちゃくちゃ好きで、こんな感じで、ね、普段もよくやってるような髪型なので、ぜひ真似してほしいし、この髪型が好評だったら別の髪型の投稿も作ろうかなって思うので、少しでもねいいなって思ってくださった方はコメントだったりねなんかアクションいただけたらめちゃくちゃ嬉しいなって思います。それじゃあね最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃバイバーイ。